はい、今回はですね、前回の水槽を完全にリセットしました。で、ですね、浄水器から水を出して、そのまま魚入れてます。で、ですね、何をやりたいかというとですね、今回、前回は何もつけずに、飼育してましたけども、ですね、もう息なしですけれども、この前、買ってきてた、この、外掛け式のやつ、メダカの方にも、くっつけました。で、これでですね、魚材の方は一切入れてない状態です。そのまま何も入れてない状態ですね。で、これでですね、水が流れてる場合と流れてない場合、どれぐらい変わってくるかっていうのを見ていきたいと思います。だいぶ変わってほしいんですけれども、どうなるか、分かりません。とりあえずですね、どうなっていくか、あと、確認していきたいと思います。はい、ですね、昨日ですね、撮るの忘れてまして、また、2日目になりました。で、ですね、水の方なんですけど、やっぱり水を回してるとですね、水の透明度ですね、全然違いますね。金魚ちゃんの方はクリアですね。で、メダカちゃんの方はちょっと若干、白に濁ってるような感じではあるんですけれども、水を回してない時よりも、魚がよく動き回って元気な感じです。はい。で、ですね、餌をね、あげていきたいと思います。はい、金魚ちゃんの方はかなり慣れてきまして、餌を、うまく食べるようになってきました。はい。で、メダカちゃんの方はですね、どうだろう、まだ、表面に来てるのと、もうおかきでね、回されるんで、下に落ちていくのを、食べているのと両方ですね。はい。特に調子が悪いような魚は今のところ見受けられません。はい。ではですね、また、明日どうなってるのか、撮っていきたいと思います。はい。また1日撮るの忘れてて、もう4日目になってます。はい。で、特にですね、今回は水の汚れがどんどん水の汚れというか白濁ですよね。白濁がちょっとはありますけれども、以前に比べると全然違いますよね。水が流れてるだけで、かなり違います。こっちはこれぐらいですね。ほぼほぼ透明に近いです、金魚の方は。で、メダカの方はちょっとね、若干白濁してるんですけれども、横から見たらこんな感じですね。若干ですけど少し白濁はしてます。はい。で、なぜですね、白濁するかっていうとですね、基本的にはバクテリアですよね。バクテリアが死んで白く水をすることが多いんですけれども、以前の場合はですね、水が流れてなかったんで、やっぱりバクテリアにはね、ちょっと厳しい状況というか、酸欠状態で死んでしまったものが結構多かったということだと思うんです。なのでね、ろ過器、ろ過器でも何でもいいね、とりあえず水中ポンプなり何なりでですね、水を、回してあげればですね、バクテリアがより良い環境で生きていくということになるんですけど、この場合ですね、水槽の中に土材もですね、砂も入ってるわけではないんで、もうつくところというと、ガラス面とか、
ろ過器の少しの部分しかつけられないんで、バクテリアがね完全にしっかりとついてくれるっていうのはなかなか難しいとは思うんですけれども、まあ一応水を流せばですね、こんな感じで、水の汚れは多少なりとも、ろ過をするわけではないですけれども、水が流れてれば白濁の方はね、まだマシではないかなと思います。でもうあと少しですね、このまま飼ってみて、水質検査をしてみてですね、水の汚れ度というのか、いうのをまた、調べていきたいと思います。一応ね、今のところ死んだ魚もいてないですし、元気よく生きてます。で餌をねまたあげたいと思います。餌の方もね、みんな元気よく食べてるんで、こんな感じですね。沈んでいくやつをどんどん食べてます。で金魚の方も、まあ、上に浮いてるやつとか、まあ、いろいろですけれども、はい、はい、では今日は、まあ、こんなところで、はい、ですね、またバタバタしてですね、2日間ほど、取るのを、忘れてました。で、ですね、ちょうど1週間、経ちました。でですね、昨日なんですけれども、メダカがですね、3匹、死亡しました。これですね。でまあ、なんで死んだのかはちょっとわからないんですけども、とりあえずですね、水質検査をですね、して水の状態をですね、確認してみたいと思います。はい、検査し終わりました。で、結果なんですけれども、これですね、アンモニアは0で、リン酸が1、硝酸が0、硝酸塩が5になってます、金魚の方ですね。でメダカの方がですね、アンモニア0、リン酸1、硝酸塩0、硝酸ですね、硝酸が0、で硝酸塩が2だったので、ですね、特にそんなに水が悪い様子はないんで、なぜ死んだのかちょっとわからないんですけれども、若干ね、水の方は白濁してるんですけども、特にそこが問題ではないとは思うんです。でね、とりあえず匂いがね、やっぱり水の匂いがあまり良くはないんで、この前入れてたやつですね、メダカの方にはこの活性炭、この前取り出したやつそのままです。で、金魚の方にはこれですね、これ一つだけ入れてみます。でその変化をですね、1日経ったらどうなるか、また見ていきたいと思います。はい、一応セットはできましたので、これから1日ね、どうなっていくか見ていきたいと思います。はい、また1日が経ちました。で、ですね、変化的にはメダカの方ですね、メダカの方はですね、白濁がちょっとマシになったのと、水の匂いは特に、しなくなりました。で金魚の方はですね、僕はねちょっと、吸着剤のセットの仕方が悪かってですね、吸着剤自体がちょっと粉々になって水が逆に白くなってしまいました。
はい、まあ、こんな感じですね。で、ですね、一旦ですね、ここでまた、実験を終わらせたいと思います。で、ですね、あの結果なんですけど、ブクブクもつけずに、まあ、あの金魚をメダカ飼えます。で、まあ、ろ過器もろ材がなくても飼えるんですけれども、やっぱりその分ですね、水替えを頻繁にしてやらないとダメということですね。で、あとですね、まあ、あの水がね、どうしても臭くなってくるんで、まあ、このぐらいのシステムであれば、まあ、活性炭ぐらいは入れといてあげた方がですね、あの水の匂いはしないので、いいかなとは思います。で、あとですね、メダカの方はもう完全にリセットしてですね、今まで あった、水槽の方に移したいと思います。で、金魚の方はですね、とりあえず、まあ、このまま、ちょっと飼っていきたいと思うんですけれども、今回はですね、もう水をこのまま抜いてですね、水を抜いてというか半分ぐらい水を抜いて、水を足してですね、飼っていこうかなと思ってます。はい、はい、それではですね、水を抜いて、水を足していきたいと思います。全部で、まあ、3分の2ぐらい、抜きました。で、ここでですね、足す水なんですけれども、あの水道水でもいいんですけれども、水道水だとですね、こんだけ抜いちゃうとね、あのいてるバクテリアも死んでしまうことになるんで、ここまで抜いた場合、浄水ですね、浄水から出したものを、足したいと思います。で、あの足し水でね、ほんの少しぐらい足す水は全然水道水でもいいんですけれども、ここまで水を抜いていくとですね、浄水器で水を足してあげてください。よいしょ。はい、まあ、こんな感じでね、水替え完了しました。で、まあ、特にね、まあ、浄水器この前から使ってますけど、金魚がおかしなことになることはないんで、あとですね、もうメダカの方の水槽をリセットしてですね、次回ですね、下の、まあ、メダカの水槽を使ってですね、またちょっと別の実験をしたいと思います。で、それでですね、今まで僕が言ってきた、まあ、ろ材を使わなくても金魚だったり、まあ、魚ですよね、が飼えるというのを、証明していきたいと思います。今のやつはですね、ある程度の水の量しかないと、やっぱり、ろ材とかいろんなものに頼っててないと、魚をね、飼うことを難しいということですね。まあ、水替えもそうですし、水替えをある程度頻繁にしてあげないと飼えないということで、まあ、これ金魚がね、この中に1匹だったりとかすると全然状況が変わってくるんですけども、魚の量をね、増やせば増やすほど、環境がどん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 悪くなっていくので、その辺をね、よく分かるような、ことをやっていきたいと思います。で、まあ、また次回ですね、淡水の方をちょっと面白いことをやりたいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、では、こんなところで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。